今日はみんな元気がよろしいようで、あさって忘年会をします。でこの忘年会っていうのが釣りいろはと達輪フィルムゆきゆきチャンネルがうちに遊びに来るよ。よし。で各チャンネル魚を釣ってきて、各チャンネル持ち寄ったやつを料理して忘年会をします。よっ。おっ、その魚を仕入れに今日平戸遊漁船キャストに行きました。釣り馬村上くん、改め金持ち村上くんとモンピーで、いつものメンバー3人と宗男くん。じゃあまあそんな感じで釣り岡メンバー4人プラスその他2でやってきたので、どうやら、でもなんかね、今時期的に全然良くないって、あの1ヶ月前に行った時結構いっぱい釣れたけど、その時に今日の分予約したんだ。でも予約するときに多分この時期は釣れないって言われたけど、おかっぱりよりはなんかしら釣れるだろうと思って、なんかタイとさ運良ければ青物とか混じったらいいなって感じで、あの船盛り買っちゃったの忘年会用に。言ってたね、それに乗せやんけんね。三尺の90センチだっけ90センチある船盛り買っちゃったから、その船盛りに刺身がずらっと並べるぐらいちょっと釣りたいな。徳さんたちは多分なんか何かしら釣ってきて、達輪フィルムの方はあのブリ狙ってきてって言ってるから、もう10か0かなんだよね、あそこは。ちょっと怪しいっちゃ怪しい。だから俺らも頑張ってやんないと。まあそんな感じで行ってきましたよってことで、はい、じゃあいつもの行ってきますか。みんなでやるか、みんなでやろうか。しょこたんが温度を取ってくれ。お願い。それじゃあ行きます。はい、せーの、えいえいえい。みなさんご機嫌いかがでしょうか。釣りは世界を救うのでしょうか。そんなことより見てみませんか。釣り岡でしょう。おはようございます。おはようございます。あさって忘年会をするので、はい、その時用に仕入れてきたのが、うん、はい、おいでおいで、あいつです、あいつです。シャ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 シと、もっと、もうちょい金持ち、もうちょい金持ち。どうも、ボンボンです。親のすねかじりです、言うて。親のすねしゃぶってます。かじるどころかしゃぶってます。次でまたキャストさんに、うん、キャスト、あの船だね、はい、平戸遊漁船キャスト、キャストさん入らば。なんかね、調子は悪いっていうかね、この時期は釣れないって言われたけど、うん、はい、何かしら、忘年会用に、はい、坊主ではないと思う、はい、さあ、頑張るか、みんなでやろうか。あとあいつ、モンピーにゃんにゃんちゃん、にゃんにゃんちゃん、にゃんにゃんちゃん、タコスカンゴタですね、にゃんにゃんちゃん、ほらいや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 って、やっぱり足切ってんだろうな。じゃあ行きますか皆さん、はい、準備できたみたいですね。行きましょう。で今まで釣馬ショーゴって呼んでたけど、はい、金持ちショーゴタンって呼んでました。ギザ金持ちです。やだ、実は金持ちつやもんね。そうですね。この間、はい、村上くんち遊び行った時、はい、マップで送ってって言ったら、はい、ここにある豪邸が僕の家です。金持ちギャグですね。ここら辺行ったら豪邸があるので、それが僕の家です。宗男くん、はい、今日はやっちまうんだろう。正解の釣りよ。おはようございます。お邪魔します。お邪魔します。というわけでポイントに行きますか。行きましょう。青物釣りたいな、なんだかんだ、ね、なんだかんだ最近青物ばっか釣ってるけど、はい、青物釣り楽しいですもんね。青物とか釣ったことない。釣ったことない。釣ったことない。多分ないと思う。さっやっこましい。でもさ、釣り岡始めた当初ここでずっと釣り行ってて、はい、ずっと釣れなかったけど、はい、今年いっぱい釣っちゃった。でも宗君釣ったことあるっけ。多分だっさ。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。します昨日マスオさんと来たところ、J リーガーと平正さんが、はい、めっちゃ人がいる。ですね、うん。やっぱ人気スポットなんですね。ね、平日に行ってるからいないけど、はい、土日ともなると、はい、あっち左の奥もいますよ。うわ、すげえ。まさにあそこで釣ったね。はい、この真下いっぱいいるやろ。いるかもしれないですね。
え、楽しみやね。ですね、なんかいろいろ釣れそう。到着しました、はい、ポイント到着しました。あそこ見てすごい、やばいっすね、あそこ船大量、はい、瀬渡しの人大量、ここすごい。でもっと南に行くと、はい、昨日来てたところですね。昨日来てた島の近くそしてこれはマスオさんが置いていったグリップクラスター、はい、アマゾンに貼ってますこれ何メーターぐらいですか？42メーター。なかなか深い。深いね。風も本当ちょっとで、うん、波もそんな高くないし、ね、いい感じ。超いい感じ。全然潮流れてない。はい。真下にストーンと落ちますね。二箇所目です。二箇所目、ここもなんかベイトがいるんですかね。ベイトがいるんじゃない。すごい、ここじゃん、落ちてくる。35m。 さあ一発目に釣るのは誰でしょうか、はい、俺は俺だ。まず宗男くんがかけてバラして安定してきたよね。安定してきた私のバラしで、今日は村上くんあたりが釣りそうだな。でそれをカットして、おいはい、なんかベイトでしゃくるの違和感あるよね。ああめっちゃやりにくい。もうちょっとギア、ハイギアの方がいい。うん、まずは青門狙いですよ皆さん。はい、青門のしゃくり方。はい、おーい、はい、村上くん青門のしゃくり方やって。絶対違う期待してたのとも違ったね。胸くん見本見せてやって、青門のしゃくり方一緒やないかいおお、もう眠くなってきたぜ今日気持ちいいっすね。うん、今日なんか穏やかだし気持ちいいね。あとは釣るだけだぞ。はい、忘年会の刺身仕入れるぞ船盛り買ったからね。もう釣りロハに任せましょう。釣りロハに任せようか全部一応明日も俺ら頑張るけど、はい、まあ確実に魚ゲットしたいから、はい、船で。村上くんが一番釣れそうな動きしてる。いや、やっぱ宗男くんが最初にかけるな、この感じ。エギングみたいなんかちょっとかっこいいぞ、映像で見たら絶対分かってないくせに、絡まればいいのになんかかっこいいぞ今影、逆光でシルエットになってめっちゃかっこいい。うわっ、あ、いいや、簡単に折れた。あ、いいや、一回狙いで少し考えてみましょうか。はい、三箇所目。三箇所目。どうもなく。あ、パソジーなんか。マジっすか。お。マジっすか。来た。来た。来てる、ね、お、来てる来てるね、来てる。マジ、来てる、すげえすげえ。マジで、来てる来てる。タイ、タイ、あ、今来てる来てる。お、マジか。負け負け、ずっとずっと負け続けるわ。まだまだ乗ってない。乗ってない、乗ってないですか。来てる来てる来てる。もう乗るんじゃない。もう、あ、来た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 。いや、バレた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 。もう一回落とすから、ちょっと待って。ポールで当たるんじゃない。あ、マジで、ポールで当たってるよ。すげえ。いや、激しい激しいそれは激しいでもね、一発目は騙されてたと思う。2回ぐらいまで騙されたやろ一発目のコンが、うって思ったの2回目で分かったさあさあ、肩叩くまで分かってないやつ最後まで分かってなかった。今なんか当たった。お、え、ムヌくんやった今俺今やってないよ当たった、マジでマジ。当たった当たった当たったもはやお腹を触る当たった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 。ガチ当たりガチ当たり。あ、来てるじゃん、来てる。違う、ガチ村上っす。ガチ村上っす。あいつメタネームついてるぜ100g 100g ドボン。マジか、当たった今ホールしてんだけどめちゃめちゃ当たってる
当たった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 わあいいなこののんびり釣り。はい、そう今日おやつ買ってくれよかったな。あ今日おやつありだね。今日おやつ日和ですね。さあ誰が一番なのか。俺だ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 。あ今本当に当たってた。マジマジマジ当たりす。トムついて2巻きぐらいで、はい、ポコン。タイじゃなくて根魚っぽい感じ。うわ今タイミング釣れるべきやろ。うわ惜しい。そうボトムノッキン場で行こう。ノッキン場ビンビン玉ノッキン。あいや何した。上部取られた。よかったよ。ってことはふざけんなよ。ふざけんなよなんだ。魚がいるとかじゃない。ふざけんなよなんだ。じゃあ、タイガーはここっとしようか。うん、全然それがいい。お、俺もう放置作戦で行こう。お、船の、はい、この揺れだけで、はい、アクションをつける。めっちゃアクションついてる。これ今ボトムから15センチぐらいのところをこうなってる。まずただ眠いっていう。でも前放置しててヤズ釣れたからね。ヤズとかプリ、ね、ヤズかそのまましてた時釣れましたもんね。あ俺新しい技考えた。おこうしてはい何情報ですかそれは。ネズリ、ね、新しくなかったあダブルネズリだ。この子え来てる来てる来てない来てない。違う。おお？寝掛かり？魚？魚？来てる！来た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 ！来た！ああ！バカチン！マジか！潜られた、切られた。マジ？キラマサじゃん。なんかブルブルブルって本当なってたね。切れた？切れた。あいや。ドラグが止まらなかった。ね。マジ？すごかったね。キラマサ？の可能性ある。マジか。すげえな。マジか。ああ。ああ。そっかジグか。はい。切られたか。うわ船長何だったと思います。もう根に持ってくんならまさかカンパチしかおらんでしょうね、まさかカンパチ。よし俺もチグ投げよう。俺もチグ投げよう。じゃあ平場でいいや。最悪負けんかったっす。マジかめっちゃ重かった。手がかるかと思ったら動きよったな。ブブブブブブンって入りよったね。青もんっぽかった。いやでもなんか青もんっぽかったっぽかったって。なんか竿の入り方青もんっぽかった。真下に真下に行けた。ねえ。ぐんぐんって。うわ惜しい。マジか。ギザ村上ス。頑張れ村上ス。カンパチか平正だよ。おお乗った。マジか。いいじゃんいいじゃん。タイ？タイ？タイじゃない？タイタイタイ。おお。結構最初トゥクトゥクだけ食べた。トゥクトゥク来た。トゥクトゥク来ました。トゥクトゥク。タイか。モケ始めたのか。俺この前あの手のひらサイズしか釣ったよ。デカ型始めたのか。でかい。でもなんかちっちゃい気がするな。ちっちゃい。割とちっちゃめだとは思う。割とちっちゃい。ただ食えるレベルやと思う。食える？多分。お前に何がわかるんだ。オスオスつってオスオスつってオス引いてる。なんか結構引いてない。引いてる？な根魚かな。いやでもトゥクトゥクなってたやろ。トゥクトゥク来た。トゥクトゥク来たならタイじゃない？もうすぐやと思う。もうすぐか。止まれ。なんぼだ。おお。でも全然全然いいサイズ。ちょっとちっちゃめだけどいるね。タイタイ飯にちょうどいいね。これオス？オス？黒みがかっとる。黒みがかってるのオスって言ってた。どっちだ？船長これどっちですか？このサイズだと判別がつきにくいですよね。あーなるほど。あー立ち打んぱなって。はいモンピこっち。やったじゃん。イエイイエイ。やっほい。オスっぽいね。動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。